タイ6章25節から34節ですから、私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花を一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は野に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてもよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。皆さん、おはようございます。おはようございます。ようこそいらっしゃいました。神様、あなたを愛しておられます。祝福が豊かにありますように。お祈りいたしましょう。天のお父様、7月最後の礼拝となりました。まもなく8月を迎えようとしていますが、まだ梅雨は明けていません。神様、忍耐を求められる時ですが、梅雨明けを待ち望みつつ、晴れ間を待ち望みつつ、そしてこの恵みの雨を覚えていくことができますように、覚えてください。神様、助けてください。それぞれの1週間の旅を終えて、このところにまた戻ってくることができました。主が私たちの心に御言葉を聞かせてくださいますように、お願いいたします。主をお語りください。シオンでは聞いております。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日から、しばらくですね、この新しい生活様式について、考えていきたいと思っております。皆様のお手元にも、国の方から政府の方からマスクが届いたり、あるいはいろんな形で専門家の会議、新しい生活様式の実践例などというものが、紹介されております。基本的にはこのマスクをすること、コンビニに入るときにもお店に入るときにもマスクをしてないと入れなくなってますよね。そして3密を避ける、密集、密閉、密接、ぺったりとくっつかない、また閉じられた空間の中に、行かない、密集、人が距離を縮めて、一緒に集まらないということが求められています。またはアライグマのように手洗いをしてですね、またうがいをする、そんなこともいろいろとあります。この専門家の会議の新しい生活様式の実施例、買い物は通販も利用する、一人または少人数で空いた時間に、
電子決済を利用するとかですね、いろいろと細かく書かれております。公共交通機関の利用、会話は控えめに、混んでいる時間帯は避ける、徒歩や自転車も併用する、冠婚葬祭や、親族の行事におきましても多人数での会食は避ける、風邪の症状があるなら参加しない、そんなことが言われています。そんな中でこの聖書が語る新しい生活様式について、ぜひ今日からしばらく味わっていきたいと思っておりますが、今日最初の1回目ですけれども、まず神の国と神の義を求める、そんな内でお話をいたします。古いけれども新しい生活様式、古いけれども新しい、つまりいつの時代にも通用する、いつの時代にも適用できる生活様式を聖書は教えております。今日の聖書の箇所を読んでいただきましたが、マタイの福音書6章25節から34節、この中に7回も繰り返し使われている言葉があります。皆さんお気づきになったかと思います。心配という言葉です。7回も今日の聖書の箇所には心配という言葉が使われています。何か起きはしないかと気にかける、不安がある、気がかりになる、心配な空模様、だいぶ晴れてきました。心配の種が尽きない、これは私たちの、生活そのものではないかと思いますが、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと、いろいろと心配して、そして心が集中できない、いろんなことに分かれてしまって思いのさらってしまう、そういうことが起こります。先週見ました、あのマルタさんというお姉さんもですね、心配で心がいっぱいになっていた女性でありました。イエス様はマルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心乱しています、いろいろなことを心配して気を使っていますと語られていますが、それは私たちの日常生活そのものではないかと思います。ここにもコロナウイルスがついているかもしれない、あの人はもしかしていろいろとですね、このコロナの中でこそいろいろなことを思い煩って心を満たしてしまう私たちの、状態があるように思います。そんな私たちに今日はですね、心配から解放される秘訣がイエス様から教えられておりますが、それを一緒に味わっていきたいと思っております。起承転結で4つの部分に分けますが、まず木の部分は25節から27節です。心配という言葉が3回出てきます。25節まず見てまいりましょう。ですから私はあなた方に言います。イエス様が山の上でメッセージをなさったその続きです。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさいと勧められます。ここでまず2つ心配という言葉が使われました。何を食べようか何を飲んだらいいか、その自分の命のことで心配したり、何を着たらいいのか自分の体のことで心配したりするのはやめなさいと言われます。そしてその後、とっても大切な、とっても大事なことがイエス様から教えられています。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんかと言われる。食べ物とか飲み物よりも大事なことは命でしょう。命は私たちが生み出したものでしょうか。そうではありません。命は私たちが気をつけていれば保てるものでしょうか。そうではありません。命は神様からの与えられたギフト、賜物であります。そして体も同じです。着るもの以上に大切な体、この体を神様は備えてくださいました。命は食べ物以上のもの、体は着る以上のものではありませんか。命と体を私たちに与えてくださった、そんな方のことを指し示していきます。26節、空の鳥を見よとイエス様はおっしゃいます。空の鳥を見なさい、種まきもせず借り入れもせず蔵に納めることもしません。そうですね、スズメとか
元気に飛んでいますけれども、種まきをしているスズメがいるでしょうか。刈り入れをしているスズメがいるでしょうか。よいしょよいしょと、何か巣の中にですね、ハムスターのようにグラミを収めるような、鳥がいるでしょうか。それは言えません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんかとイエス様は教えておられます。同じマタイの福音書の10章29節を見ますと、スズメのお話が出てきます。マタイ福音書10章29節、こんな言葉でスズメが登場いたします。まあ、いろんな鳥がいますけれども、今日スズメにちょっと限ってお話をします。マタイ10章29節では、2羽のスズメが1アサリオンで売られていると言われます。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。アサリオンというのは当時の日当の16分の1です。まあ、日当が1万円だとすると1アサリオンは625円ぐらいになります。2羽のスズメが625円で売られている、ちょっと高いかもしれませんが、そういう話です。そんなスズメの1羽でさえ、あなた方の父の許しなしには地に落ちることはありません。そんなことが言われています。一羽のスズメでさえ、あなた方の天の父なる神様の許しなしに地に落ちることはありませんよ。そのように言われています。似たような箇所を開きます。ルカの福音書12章の6節、そこでもスズメが出てきます。今度は5羽のスズメが出てきます。ルカ12章の6節、5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんかと出てきます。マタイのところでは2羽のスズメが1アサリオンで売られていました。ルカのところでは12章6節、5羽のスズメが2アサリオンで売られている。1アサリオンで2羽、2アサリオンは4羽のはずなんですけども5羽になっています。つまり5羽のスズメが2アサリオンというのは1匹1羽おまけに加えられている、負けてもらった、そういう状況です。スズメの1羽というのは値段がつけられないぐらいおまけのような、そういう存在です。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられていません。そんなことを聖書が語っているわけなんです。そして同じ聖書は語ります。それどころかあなた方の髪の毛さえも全て数えられています。今何本抜けてあと何本残っている、それは全て数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値がある。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。そのように教えられています。そして27節、マタイの6章に戻りますが、マタイ6章27節、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。心配しても命を伸ばすことはできません。まず木の部分で覚えたいことです。心配から解放される秘訣その1、命と体を与えてくださった天の父がその命を養う食べ物や体を覆う着るものを与えてくださる。天の父は一羽のスズメの命でさえ養っておられるのだからと教えられております。命と体を与えてくださった天の父を覚えていく、そのことが心配から解き放たれていく一つ目のことです。章の部分28節から29節も続けて見ていきましょう。今度は鳥ではなくて野の花が語られていきます。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。
天の父は野に咲く花に素敵な着物を備えてくださるということが言われております。体を与えてくださった天の父は体を覆う着るものも豊かに備えてくださるというのです。これまでの訳では野の百合と訳されていましたが、一般的な野の花という言葉に訳し直されております。百合が良かったという人もいるかもしれませんが、でもいろいろな花に適応できます。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず住みもしません。しかし栄華を極めているソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。先ほど歌いましたあの賛美歌の217番、この歌詞はとてもいいなと改めて覚えながら、この歌詞を意味を考えながら先に賛美しておりましたが、特に3番目の歌詞を改めてお読みしたいと思います。甘つまし水受けずして罪に枯れたる一草の栄の花はいかで咲くべき、注げ命のまし水を。野の花がどうして咲くのか、それはしっかりとつながっているということですよね。私はブドウの木、あなた方は枝です。私からあなた方離れたら何もすることができない。でも私があなた方のうちに、あなた方が私のうちにとどまっているならば、そういう人は多くの実を結びますとイエス様は教えてくださいました。野に咲く花はしっかりとつながって、そこから養分をいただきながら、そこから水分をいただきながら、やがて美しく花を咲かせていく、そのことが言われております。天の父は野に咲く花に素敵な着物を備えてください。そして体を備えてくださった天の父は体を覆う着るものを私たちにも与えてくださらないわけがないでしょうということです。天の部分30節から32節も続けて見ていきます。30節、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっとよくしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たち。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。植物というのは儚いものです。今日あっても明日は炉に投げ込まれてしまう、そんな野の草でさえ神様は特別に装ってくださっている。そうであれば私たちに、皆さんにもっと良くしてくださらないわけがないでしょう、信仰の薄い人たちよ、とイエス様は語られます。天の父は何が今私たちに必要なのか、それのその必要のすべてを知っておられる、そのようにも語られております。すべての必要を知っておられ、私たちによくしてくださる天の父を覚えていく、そのことがこの心配から解き放たれていくこととして教えられております。そして結論の部分33節から34節、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります、そのように記されています。これまでの訳と新しい訳、主語の御言葉のところに印刷しておりますので比べていただけたらと思います。これまでの訳ではこんな訳でした。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。
明日のことは明日が心配します。ロープはその日その日に十分あります。新しい生活様式、聖書が教えている新しい生活様式、今日ぜひ覚えたいのは、このまず神の国と神の義を求めるという、そういう生活様式です。そうするならば、神様が食べるもの、飲むもの、着るもの、その他生きていくために、生活していくために必要な全てのものを備えて与えてくださるという約束であります。まず神の国と神の義を求める、それはどのようなことを意味しているのでしょうか。先ほど皆さんとお祈りしました主の祈りですね、主法の絵の書いてある方を見ていただけたらと思いますが、主の祈りを祈っていくこと、それがまず神の国と神の義を求める、それを実際に適用することになります。主の祈り、まず呼びかけから始まります。天にいます私たちの父よ、天にまします我らの父よ、私たちに命を与え体を与えてくださっているその天のお父さん、一羽のスズメでさえも神様の許しなしに地に落ちることがないようにちゃんと養っておられる天の神様、野の花を美しく着飾って咲かしておられるその天の父なる神様、その神様に向かって祈ることを呼びかけることから主の祈りは始まります。天にいます私たちの父よ。そしてこの主の祈りの前半の部分で祈られていることそのものが神の国とその義を求める内容になっております。願わくは皆を崇めさせたまえ、皆が崇められますように、皆が聖なるものとされますように、それは神の国と神の義を求めるまず最初の願いです。私ではなくて神様のお名前が素晴らしいね、すごいねと覚えられていく。そして御国を来たらせたまえ、御国が来ますように、まさしく神の国を直接求めています。神の国が来ますように、それはまず私たちの心の中に、そして私たちの置かれている持ち場立場において、その職場や家庭や地域において神の国が来ますようにという直接的な祈りです。そして御心、神が願っておられること、神が喜ばれることを天においてなされているように、この地においてもなしてください。御心の天になることを地にもなさせたまえ。これも神の国とその義を求める内容になっているかと思います。その後で主の祈りは、日ごとの糧ですとか罪の許しですとか試みからの救い、そんなことを祈っていきますが、主の祈りがまず第一に、まず祈り求めていることは、まさしく神の国と神の義を求めるその内容になっております。新しい生活様式、今日ぜひ覚えたいのは、この主の祈りを自分の祈りとして朝に夕に祈っていく、そのことをさらに意識的にしていけたらということです。義という言葉、漢字を見ますと我の上に羊が乗っかっている、そんな漢字になっています。我の上に羊を書くと義という漢字になります。非常に聖書的な漢字ではないかとも言われますが、私が一番になるのではなく、私の上に羊である、世の罪を取り除くイエス様である、この羊を、イエス様を私の上にお乗せしていく、その時に神の前に正しい義となる、そして神様との関係が正しい関係に回復されていく、神様としっかりとつながって生きることができるようになる。
神様からの命と愛と力をいただいて、そしてブドウの枝でしかない私たちが時が来ると実を結び、その葉は枯れない、そのような実りをもたらす、そのことが今日教えられているかと思います。命と体を与えてくださった天の父は、命を養う食べ物、体を覆う着物を与えてくださいます。天の父は一羽のスズメの命でさえも養っておられますから、天の父は野に咲く花に素敵な着物を備えてくださいます。私たちにも同じです。体を備えてくださった神様が、その体を覆うための着るものを与えてくださらないわけがありません。天の父は今日あっても明日は炉に投げ込まれる、そんな儚い野の草さえ豊かに装ってくださいます。私たちにはまして全ての必要を知っておられ、よくしてくださらないわけがありません。ですからまず神の国と神の義を求める、まず主の祈りを祈っていく、そうすれば食べるもの、着るもの、飲むもの、全てが与えられていく。明日のことまで心配しなくていいですよ。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分ありますよ。そんなことが教えられております。それぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが、空の鳥のことを覚えながら、野の百合のことを覚えながら、天の父を見上げて、そして天の父に主の祈りを祈っていけたらと願っております。それぞれご自分の言葉で祈りください。愛する一人子さえも惜しまずにお与えくださった天の父なる神様、あなたが御子と一緒に全てのものを与えてくださらないわけがありましょうかと聖書は教えます。どうか神様、新しく始まった一週間、まず神の国と神の義を求めていく生活習慣を、生活様式を身につけていくことができますように助けてください。主の祈りを、その特に前半を意識しながら、神の国とその義をまず第一に求めながら祈っていくことができますように、そのことを通してさまざまな不安や
心配、恐れから私たちを解放してくださり、いつも共にいてくださるイエス様としっかりとつながって、そしてイエス様から与えてくださる喜びと平安と感謝を持って、それぞれの1週間の旅路をまた元気にしていくことができますようにお導きくださることをお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。